やあ、みんな元気かな。天正学園の地理教師を担当している臼杵鷲穂だ。いつも見に来てくれてありがとう。みんなの元気な姿が見られて先生も嬉しいよ。ああそう、応援してくれているみんなにはイベントでも会えるんだったね。うちの生徒が世話になるけど、よろしく頼む。それじゃ、楽しみにしているよ。ということで、鷲穂先生のアクターズホームルーム、第3回。はい、始まりました。この番組はですね、Exit Tunes Presents、アクターズという CD を少しでも皆様に知ってもらうためにですね、第3回を、迎えました。私、臼杵鷲穂役の、竹内亮太が担当しております。よろしくお願いいたします。はい、始まりました。皆さん元気だったでございますでしょうか。まあ、いきなりですね、鷲穂先生役で、生アフレコからのスタートでございましたが、どうだったでしょうか。アクターズもですね、ドラマパートもついておりますので、もちろんですね、鷲穂先生も出ております。楽しみにしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。1回目、2回目、今日が3回目と、いうことになりましてですね、徐々にですね、竹内のこう、なんと言いましょうか、トーク力というんですか、ステップアップしていきたいなと、いつも思ってるんですけど、やっぱりマネージャーさんからですね、またダメ出しを食らいまして、まあ頭のテカリはもういつもそうなんですけども、目が細い、なんでいつも眠そうなんだ、今日はビンビンに目をグッとこう開けてですね、表情も込めて皆様に伝えていこうじゃないかと。アクターズ3月19日、もう1週間を切っておりますので、元気にですね、皆様にお伝えしていこうと思います。さあ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 、まあ、2回目ですね、2回目のところで私の、ポーカーフェイスの、フルバージョンをですね、皆様に先にお伝えさせていただいたと思うんですが、いかがだったでしょうか。本当にたくさんのですね、コメントをいただきながらですね、あの時の収録、僕も初めて、ポーカーフェイスを聞かせていただいて、もうほぼ何のリアクションもできずにですね、ただただもう感謝の気持ちと、驚きの気持ちがこうごちゃ混ぜになってですね、聞いていたんですけれども、本当にですね、他の、声優さんの、ボーカロイドの曲もですね、かなりかっこよく仕上がっておりますので、お楽しみにしていただければと思います。はい、そして、まあ、このね、他の声優さんも歌っております全曲クロスフェードが投稿されましてですね、なんとなんとおかげさまで、現時点でなんと5万再生を超えました。めでたい、めでたいよ、ありがとうございます。そこでなんですが、もう一度ですね、このクロスフェードの、映像を改めて皆様とですね、視聴してみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう、どうぞ。鷲穂先生来ました。コメントしちゃう、えぐる。まあ、本当に野島健二さんのですね、この歌い分けに、まず僕最初クロスフェードを聞いた時に、まあ、驚きと言いますか、こう表現者っていうんですかね、こう歌い分ける、その歌のニュアンスにこう合わせてで変えて、全然雰囲気のガラッと違った作品になっていたのにすごく驚きまして、僕ももっともっとこう精進していかなくちゃいけないなっていうのも感じましたね。竹内さんが出ると聞いてありがとうございます。ここは豪華特典でございますね。
ことを本気にさせて逃げるなんて許さないわやっぱりそんな程度なのかしら。夢は街の自由を奪い取ります。歯車を回していくのであります。偽りだらけの夢に踏まれそして私を抱くのね悲しい限り感じて。風呂を早く。わかります。かわいい、クソかわいい、ポリポリかわいい。えぐーえぐーえぐー、イベントの時はよろしくお願いします。えぐー。おお、綺麗なジャイアン。うん、おドラマ A パートでございますね。その代わり鷲子先生がお駄賃多めにくれたじゃない。三池くん文句言いながらその報酬の入った紙袋抱えて独り占めしてるし。そのパン美味しい。その口を今すぐ閉じろ、もしくは縫い付けろ。お前にはこれはやらん。僕はお弁当ある頃三池くんにあげてもいいけど。おだちんをやろう。ジグマン先輩の分は残してくださいね。ジグマン先輩はゲームずっとしてるけどご飯食べないんです。ジグイベントの真っ最中だから。こんなにコメントしたことは初めてです。レア欲しいんだよ。なあ、もう倒れてまでゲームバシバシこうこれ。おお、すごい、これはもう貴族声でございますね。この重厚感は本当半端ないです。野島健二さん、来たー来たー、かっこいい。あ、どうも、鷲尾先生です。どうも。あ、ダンディ、おお、魅力的だ。ありがとうございます。すいません、ヒゲーとか出てましたね。ヒゲーヒゲー、間違いはないんですけど。あ、小島健二さん、またこうガラッと変わるところも、いや、さすがでございますね。おお、次が、あ、ドキエルさんでございます。いいですね。よろしくやってるか。先生ウィス。先生ウィス。こんにちは。ウィス。うちの部員がすまんね。それかい、世話になってる猫っていうのは、うん、はい、今ちょうどみんなで僕ね、猫好きなんですよ。リアルに何か名前つけようって。名前をつけた。それはいい。では私も考えてみようか。誰が一番似合う名前を出せるかな。No? よし、思
いついたぜ。早いですね。どんな名前です？俺の考えた名前は新発。どうよ、いい名前だろ。なんか義に熱い感じが最高だろ。いや、いいんですけど。笑いが。まあ、ゆうたくコンビでございますね。ああ、俺もああ、って言えよ。うちの生徒が、嬉しいよ。こう聞いていただくとですね、そのオールキャストの、部分もですねしっかり入っておりますのでですね、もう本当にラストに15曲目にふさわしい楽曲なんではないかと。イケジャイ、イケメンのジャイアントですかね。イケジャイ、もう全員がですね、一堂に会して歌っておりますので、はい、楽しみにしていただければと思います。パチ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 、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、いかがだったでしょうか。またね、今もうリアルにですね、ちょっとコメントを打たせていただきつつ、もっと終えればよかったんですけど、僕逆にコメントを書くのに精一杯になってしまいましてですね、ちゃんと毎日のように見ておりますので、はい、もう少しだけですね、発売までもうちょっとでございますので、お待ちいただければと思います。全曲クロスフェードでございました。ありがとうございます。そしてそして今回はですね、もう一つ、用意しております。なんとなんと、ドラマパートのですね、B パートの冒頭でございますよ。冒頭でございます。今回新たに少しだけ、ご紹介したいと思いますので、皆様と一緒に、聞いてみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではどうぞ。君はどうしてこういう余計なものを拾ってくるんだ。そんなこと言ったってよ、頼まれちまったのは仕方ねえよ。こんにちは。いや許さん、依頼をもらってこいと散々言ったはずだ。これも依頼っちゃ依頼よ。僕の言うところの依頼がそうでないのを分かっているはずだろう。てめえ年下のくせにバカにすんな。なことは分かってるよ。いや分かってない。部活動で学園より引き受ける依頼は、僕らのこの学園での待遇を向上させるためのものだ。それはただのボランティアに過ぎないんだぞ。しつけえな。ほら、ちゃんと報酬ももらってきたの。前払いだぞ前払い。その紙袋に入ってるパンがか、そんなもので引き受けたのか。とにかく今すぐ正式な依頼をもらってきてくれ。もう引き受けちまったんだからしょうがねえ。あれ、もうここに来ちゃったもんね。ダンボールのダメだ。何やってんだろう。あ、てめえ、俺がこんなに頭下げてんのに聞けねえのかよ。ダメなものはダメだ。頼むよな。りょうさん、何やってるんです。おお、ひなたか、これ見てくれよ。箱の中ですか。うわ、子猫だ。どうしたんですかこれ。考古学部の連中から預かってきたらしい。まったく、まるでお使いで頼まれもしないお菓子を買ってくる子供と一緒だ。さずま、まあそんなツンケンすんなって。子猫ちゃん怖がるじゃねえか。おお、よしよし、かわいいですね。いかがだったでしょうか。まあ少しだけでございますけれども、これが B パートの冒頭でございます。まあ、そこからですね、まあいろいろありまして、今クロスフェードで流れております B パートは、まあ和尚先生の登場シーンからまたこういろいろ話が盛り上がってくるんですけれども、まあ和尚先生のところをですね、もっと聞きたかったんですけど、ちょっともうクロス、まあもったいないというか、
本当にちょっと、まあ、皆さんもそうなんですけども本当美味しいシーンなので、まあ、これはですねもうじっくりと、CD 本編のところで聞いていただきたいと思いますので、ハードル上げすぎちゃったかな。いや大丈夫です、よろしくお願いいたします。今回もですね我が天翔学園にも公式サイトの方で皆様から学校にまつわる学校にまつわる面白いエピソードと鷲穂先生のお悩み相談室というテーマで、投稿いただいております。たくさんの応募ありがとうございます。今回からですね鷲穂先生のお悩み相談も、受け付けておりますので、こちらもですね来ておりますのでお答えしていこうかなと思いますのでよろしくお願いいたします。では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 早速読んでまいりましょう。ハンドルネーム陽一さんっていうのかな。自分が中学の頃の話なのですが、冬の時期に着始めるカーディガンやセーターが、指定のものではなく自由ではあったのですが、なぜかセーターの状態でいてはダメというのがありまして、暑くなってジャケットを脱ぐのならセーターの方を脱いでジャケットを着ろという個人的には謎な校則がありました。また式典の時は絶対にセーターなどの着用が禁止でした。なので冬は本当に寒かったです。未だに謎です。寒いね。なんかこういうこう学校独自の校則っていうのは本当にいろいろなんかありますよね。うちもこれに似たようなものがあったんですけど、本当にこう寒かったですよね。こうなんでダメなんだろう、色まで自由なのに。こういう今ではいい思い出にもなるんでしょうけどもね、当時は本当に寒かったと思います。ありがとうございます。続きまして、ハンドルネーム CD 待ち遠しい人さんからいただきました。ありがとうございます。僕も待ち遠しいでございます。ありがとうございます。竹内先生こんにちは。もう先生になってる。竹内先生こんにちは。第1回の放送を聞きました。先生の声が素敵すぎて毎日キュンキュンしてます。ありがとうございます。私はポーカーフェイス大好きなので先生のお声で聞けると思うと待ち遠しくて仕方がありません。ありがとうございます。ところで私は現在県内でトップの進学校に通っているんですが、クラスの女子というか学校全体で女子がすごくたくましいんですね。この前部活に行ったところ、友達の女の子が部員の男子にジャーマンスープレックスをかけていました。こういうやつね。こういうやつね。はい。はい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 。何やってんの?と聞いたところ、こいつが私の楽しみにしていたカップケーキと抹茶オレを飲みやがったんだ!飲みやがったんだ!と言っていました。さらに昨日が卒業式だったんですが、今度は違う友達が毎日喧嘩していた男子に憂さ晴らしとして、ダブルラリアットから飛び蹴りを食らわせていました。あまりにもバイオレンスな光景に私はあっけに取られてしまいましたと。まあこれがこの高校の日常なのですが、卒業してしまったのでそんな光景も見れないのだと思うと少し寂しくなります。何部なんですかねこのダブジャーマンスープレックスとかこうダブルラリアットからの飛び蹴り、これ2コンボですよ。2コンボ格ゲーだと2コンボです。で結構大攻撃じゃないですか、ダブルラリアットと飛び蹴りって。何部か気になるな。進学校だけどプロレス部、格闘系いろんなことを想像してしまいますが、まあ何はともあれもこの男子が悪いね。楽しみにしていたカップケーキと抹茶オレを飲みやがったと。まあ、まずここに、まあ、尽きると思うんですけども、まあ、でも鷲穂先生的には暴力はいけないな。やっぱそこはまあ仕方ないか。でもはい次でございます。ハンドルネームはるさんからいただきました。私の学校にまつわる面白いエピソードは、小学校の時必ず学校で何かしらの怪我を負うことでした。体育が好きだった私はとにかく男子とよくチームを組まされることが多く、擦り傷や青あざは日常茶飯事。骨折をした時はさすがに親に落ち着いて生活をしてちょうだいと怒られましたが、今ではいい思い出です。いいですね。いや本当こういうお話を聞くと
え、なんかちょっとほっこりしますね、逆に。まあでも怪我はしてほしくないんですけど。ちなみにですね、ちょっと私事なんですが、僕顔にですね3つの縫い傷があるんですけど、これ全部塀の上の猫を捕まえようとして、え、落ちて全部怪我した、ものでございます。こんな生傷の、竹内涼太でございます。よろしくお願いいたします。気を取り直してですね、お悩み相談に行きたいと思います。はい、鷲穂先生のお悩み相談でございます。行きましょう。ハンドルネームマッシーさんからいただきました。ありがとうございます。先生、朝どうしても起きれなくて遅刻するんですが、どうしたらいいでしょうか。これはもうアクターズの CD を買っていただきまして、目覚まし時計にセットすればいいんじゃないかな。一発で起きるんじゃない。はい、解決でございますね。マッシーさんどうでしたか。はい、なので発売までもう少々お待ちくださいね。はい、次でございます。ハンドルネームゆうさんからいただきました。勉強が好きになれず、ついつい遊んでばかりいます。どうやったら勉強が好きになるでしょうか。そうですね、これもアクターズの CD 買っていただいて、勉強が終わったら聞けるっていう気持ちのもと勉強に打ち込んでみたらいいんじゃないかな。まあそれかもう和尚先生がね、家庭教師として、まあ行くかどっちかですけど、和尚先生厳しいよ。もうスパルタでビシバシ行きますから、はい、ちょっと好きになれるかどうかがわからないので、まずは CD を聞いた方がいいんじゃない。これも力技でございます。はい、では続きまして、ハンドルネームサチオウさんからいただきました。ありがとうございます。和志保先生というか竹内さんに相談です。今高校生です。昔からアニメが大好きで声優になりたいと思っているんですが、早く目指した方が良いという意見と、しっかり社会経験や、経験を積んでからの方が良いという意見があって迷っています。どうしたら良いでしょうか。これ本当どっちでもいいとは思うんですよね。こう大学へ先に行って勉強して人生経験積んで、いろいろと視野も広くなってですね、それがこう芝居に生かされる、ということも、もう大いにありますし、で先にねこうもう卒業してすぐにそういう世界に目指す、でやっぱ吸収率も自分もね若い分いいだろうし、芝居にもね情熱を持ってこう打ち込めることもあるし、どっちがどっちっていうわけではないと思うんですね。なのでここは本当にもう幸男さんがこう後悔しないような、よくよく考えていただいて、一つ道をぶって決めたらもうそれにどんどん突き進んで、まあそしてまあその前にですね、なんと言いましょうか、こうアクターズの CD を聞いていただき、ぐーっとテンション高めていただいて、稽古に励んでいただければいいんじゃないかなと和尚先生竹内涼太は思うわけです。いやー、お悩み相談は全て解決ですね。続きまして、今回ですね、前回もお伝えしましたが、アクターズ発売記念トークショーイベントの方も確定しております。はい、こちらもですね現在いろいろ進行中でございますので、チェックですねしていただければと思います。日時は、2014年4月27日の日曜日、開催場所はアニメイト横浜店となっております。会場が13時30分、開演が14時からとなっております。出演者もですね、江口拓也さん、木村昴さん、そして小野勇気さんもですね、出演しております。そして私竹内涼太が、司会進行と、なっておりますので、はい、応募方法はアニメイトさんでの予約購入特典となっておりますので、詳しくは公式サイトをチェックしてみてください。URL はこちらでございます。こちらでございますので、よろしくお願いいたします。なんとなんと今回はですね、完成 CD のサンプルを持ってまいりました。こちらです。じゃじゃん。はい、出来上がっております。まだ一歩手前でございますので、
ね、完成版ではないんですけれども、こういう形で、発売されるという感じでございます。そして、この裏をですね見ていただきますと、ずっとですねこう封入特典としてお知らせしておりました、抱きつきストラップがですねこういうふうに入っております。さあさあ、まあね、何が出るかわからないという感じでございますので、そしてその中身なんですが、こちらもですね持ってまいりました。じゃじゃーん、こういう感じでございます。封入されておりますので、本当にですねこう開けてみないとどのキャラクターなのかはわからないんですけども、楽しみにしていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、さらにですね、各店舗別のオリ得情報でございます。なんと今回ですね、追加で山野楽器さんも、オリ得の情報がありますのでよろしくお願いいたします。アニメイトさんではオールキャスト声優の感想コメントプラスキャラクターメッセージ付き CD でございます。そして予約購入していただいた方には、先ほどもご説明しましたイベントの抽選はがきがもらえますのでよろしくお願いいたします。次にタワーレコードさんでございます。8名の声優サイン色紙のいずれかが当たる応募はがきと、アクターズオリジナルキャラクター缶バッジ全8種のいずれかをプレゼント。続きましてツタヤさんではアクターズオリジナルキャラクター缶バッジ全8種のいずれかをプレゼントでございます。そして、山野楽器さんではアクターズジャケットのプロマイドを、折りとくとさせていただいておりますのでよろしくお願いいたします。いかがだったでございましょうか。和尚先生のアクターズホームルーム第3回目と、なりましたが、そろそろお別れの時間でございますので、引き続きですね、公式サイトのアンケート投稿フォームをどしどしご応募お待ちしております。それとですね、まあ、個人的なお知らせになってしまうのですが、3月20日にですね、戦国無双4が発売に、なります。そこでですね、上杉景勝と、片倉小十郎役でですね、出ておりますので、ぜひ、爽快アクションとなっておりますのでビシバシと、使っていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、それではまたですね、お会いできる日まで、元気にしていてくれる。すみません、最後そんな感じで大丈夫ですか？大丈夫だ、問題ない。ダメです、これまた僕のセリフじゃない。それでは次にみんなに会えるのはイベントの時かな。その時まで体調管理だけはしっかりしておくように。それではまたな。